ゾウさん、ゾウさん、ゾウさん、オラは人気者。いつもに増してゆるい動画。今日はてたん、みかん。これこの前メロンちゃんが遊びに来てくれた時に持ってきてくれたやつなんだけど、ちょっと今日やることないので、このみかんでみかんアートに挑戦していきたいと思います。で、ちょっとね、みかんアートばって調べたんだけど、カタツムリとかゾウがすごい作りやすくて人気みたいです。なので今日はカタツムリを作りたいと思います。準備したものはみかん、カッター、マッキーの3つになります。それでは早速作っていきます。で、まずマッキーでみかんに下書きをします。って言ってもちょっと私今初めて挑戦するのでわかんない。皮を剥いた時にこのカタツムリの甲羅部分がこうなっててほしいから、みかんをきっとね縦にするんだ。そしてこうかな、ふーっとこんな感じでいいかな。絵心がもともとないのがちょっと痛いですね。で、あとはこの線に沿って切っていくだけです。よいしょ。あ、みかんの皮って意外とさーって切れるんだ。よし、できた。で、あとはこれを剥いていきます。あ、なんか気持ちよくスイスイ抜ける。おお、できたできた。で、こうやったら、あ、なんかマッキーの色があると美しくないね。このマッキーの内側を切っていけばよかった。で、あとはこの尻尾部分をちょっと剥がしてあげて、で、こっち側もちょっと剥がしてあげれば、あ、そして顔顔顔。よし、これでみかんカタツムリの完成ってな感じです。意外と簡単にできたので、このノリでちょっと象も作っていこうか。で、象はね、見た感じね、ただね、耳をパッと折って、あと鼻をギュって出すだけだったの。だから耳を先に描いて、この辺でいいかな、耳。あと鼻をこの辺からだーってだーっと伸ばせばできるはず。切っていきます。よし、これでちょっと剥いていきます。で、この耳をこうやって立てて、そして鼻を、かわいい、かわいい。で、目を描いてあげよう。これで完成になります。これでみかん像、すごい簡単にできた。ゾウさん、みかんだぞ。とカタツムリになります。超かわいい。まあそんな感じでみかんアート、まあ去年流行ってたやつなんだけど、もし私みたいになんか暇だったらこんな感じでアートして暇つぶししてみてください。まあ今日はちょっと緩いんですけど、これで終わります。バイバーイ。